とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩りやっていきましょう。なかなかいいのは出ないんだけども、出たら強いから。まあ、時間をかけて厳選していきましょう。今日はいいのが出てきてくれるでしょうか。それでは、記念すべき一発目、なんだ?ああ、俺、外れじゃん。一発目これか。なんか調子悪いな。倒れた。ちょっと、まずは、どうすりゃいい?倒していい?あ、一人助けに行ったね。ならば、大丈夫でしょう。また外れかい。ほんとに。また外れだ。あ、そうか。今回のは、俺あれだ。幸運つけてなかった。ということで、次からはちょっと幸運しっかりつけるようにしましょう。今回はちゃんとイカを着てます。これ攻撃性能ないんだよね。OK。攻撃性能はないけども、幸運がついてるのが、今これしかないんだよな。爆縮。うわ、みんないいな。羨ましいな。ちょっと攻撃性能のある幸運もちょっと作ろうか。確か持ってたと思うんだよな。幸運つけました。ではお願いします。どこだ。固まる。あ、なんかすげえダメージ受けてる。マルチの時はなんか一乗りが分からなくなるっていうのがね。また爆発。よろしくお願いします。次は出て、頼む。次出てよ。またお願いします。あ、もう出るのね。俺ちょっと何もしないでおくわ。ちょっと待って、何これ何これ。矢が、弓が6回連続出てるんだけど、これはいじめかなんかですかね。よし、ようやくミステリー出たー。なんだ。おお、ミステリー、どうだ。よし、英雄。よし、ミステリー。爆縮かー。それでは戻ってきました。かかった時間2時間半で、倒した古代人が29体でしたね。29体倒しました。見ていきます。まずはノーマルのやつから見るか。ノーマルと弓からね。爆発。これは何もないですね。爆縮。何もなし。まあまあ、この爆弾系は別にいらないんだよな。ああ。で、爆縮、これもいりません。ファイアボルトスロワー、いらないね。で、爆縮。あれ、ちょっと待って。なんかこれ、あれだよね。アイテムが勝手に整理されたりとか、なんかわけわからんことになるもんね。で、爆発クロスボウ、いらない。ファイアボルトスロワー。あ、これは、あれだね。ダイナモと貫通ついてるから、無限ダイナもできるけども、いらないよね。いらないよね。リフレッシュあるけども、確か、アーティファクトのダメージでは、これは確か発動しなかった気がするんだよな。まあ一応持っとくか。発動したら嫌だからね。発動するんだったら、まあまあ無限ダイナもで、リフレッシュで、使っていけそうな気もするんだけどね。はい。では、次。爆発のクロスボウもちろんいりません。爆発のクロスボウいらない。はい。では、防具、見ていきましょうか。まずは、勇者、おお!いやー、クールダウンがな、あ、二つあるんだよね。クールダウン二つなんだけど、他は良くないな。クールダウン、クールダウン。まあ、幸運、いや、ポーションバリアないとな。
ちょっと使いにくいんでないかい？やめときましょう。英雄。お、ポーションバリアがある。ポーションバリア。で、雪玉、帯電。いいんじゃない？クールダウンが来たら大当たり。違いました。ダメ。クールダウンないとマジで使えないんだって。ダメだね。よし、じゃあ次。お、クールダウン。いやー、だけど。あ、惜しいね。惜しい。クールダウンと影突はあるのよ。なら、黄金スキルがね、これ使えないやつだから、そこに、ポーションバリアがあれば、よかったな。影突ポーションバリア。で、ここは雪玉でいいかな。いや、使わない。いりません。英雄。お、デスバーター。あー、でもな。クールダウンとポーションバリアはもう必須だから、これは外れです。臆病ね。はい。次。デスバーター。あー、毒フォーカス。これも外れだな。炎の道。で、勇者。あー、影突、ポーションバリア。毒フォーカス。惜しいな。惜しいね。これ左にクールダウンあれば当たりだったんだけどね。まあ、影突2でも全然使っていけそうだもんね。いやー、惜しい。ダメです。今回の勇者英雄全部ダメ、全滅です。では、ミステリー行こう。回避速度50。回復 25%。まあ、クールダウンないからダメですね。これは、性のステータス、プラス 30%。これはなかなかいいんだよね。で、ポーションバリアついてる。ポーションバリアのクールダウン40% だったら、よかったな。クールダウンはついてないか。クールダウンなしだから、そもそもダメだったわ。で、ここ。おー、惜しいね。いや、惜しくもないわ。惜しくもないわ。負のステータスの方だったわ。これはダメだね。クールダウンとデスバーターあるけども、使えません。イカスミとクールダウン。いやー、影突はついてるけど、ダメだね。次。またイカスミ。クールダウンなしです。で、あと二つか。どうだ？これも、クールダウンなしで、ダメだね。はい、使えない。お、お、お！いや、違う。35% のダメージ減少と 6% 吸収。これ、ウィザーアーマーじゃん。これ、ウィザーじゃん。ウィザーの劣化版だよ。クールダウンついてて、ポーションバリアがあれば、ワンチャンあったかなと思うけども、いらないっしょ。これ劣化版だからいらないね。はい。ということで、今回出たやつ、一個もいいのがなかったです。で、ショップで一個だけいいのが出てた。これ。黄金のピグリンアーマー。黄金で、影突。で、エンチャントで、稲妻フォーカス。でしょ？で、クールダウン、クールダウン。だね。影カバンビルドが、できる。まあまあ、最強じゃない？影カバンとしては。影突で、もらって、ソウルをね。で、稲妻フォーカスで、カバンダメージアップ。で、クールダウン2で連射ができる。まあ、連射って言ってもそうでもないけどね。で、ピグリンアーマーの元々のダメージプラス 50% で、なかなかこれはいいかなと思います。開き直したらまた出てきた、ファイアボルトスロワー。これはさっきのやつだな。ダイナモ貫通。で、爆縮いらない。これもいらない。
こっちもいりません。あと2つか。あ、おおおお、クールダウン、デスバーター。ポーションバリア、で、採用。雪玉、悪くない。悪くないけども、今持ってるやつの劣化版、いりません。ミステリー、ダメかな。はい。あ、横のやつはギフトでもらったやつです。やっぱりなかなかね、周回しても出るもんではないです。それだからね、珍しいもんなんだよ。はい、ということで、またまた挑戦していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。